認に伴います津波の状況でございますが、すでに失礼しました。南海トラフ巨大地震により倒壊家屋、火災、浸水などによる人命に関わる大きな被害が多数および救助のための部隊派遣を要請をいたします。松井知事のちょっと一言よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は南海トラフ巨大地震の津波浸水想定や人的物体被害想定が公表された後の初めての災害対策訓練でしたが、いかがでしたでしょうか。南海トラフの被害想定というのは非常に甚大な被害の予想がされています。はい、今回は区域全体で4000人程度の皆さん方が参加をして、警察、消防、自衛隊、これらが連携、現実に起こった時でも連携できるように、そういうため の訓練であります。はい、分かりました。では府民の皆さんに向けてメッセージをお願いできますでしょうか。まずは皆さん、発災直後自らの身を守る、自助、逃げる、しのぐ準備を、普段からよろしくお願いをいたします。そして、自らの身を守れている方、少し余裕のある方は、人を助ける共助の部分でご協力をいただきたいとこう思っています。府民、の一人も命を落とさない、その体制をぜひ作っていきたいとこう思ってますんで、まずは自ら命を守る、その部分の心構えをぜひよろしくお願いしておきます。はい、ありがとうございました。